こんにちは子供の人権を守る会千橋ぶたかさんです今日も読みます道は必ずある諦めず切り開こうはいやれば変わりますからね今日もまた引き続きはい。あの栗原宮さん虐待地で処分を受けた二兵一所長の弁明書を解説していきたいと思いますはい、えー、今までの内容はえっ、ー、と、そうですね前回までは この調査課関わっていたのはあの外国人の方に対して児童虐待を児童相談所職員がしていることに対して「日本では適法なんですよ」というふうに言ったあの石井宏美課長が関わっていたというところでしたね。はい今日はですねそれをさらに掘り下げてですね緊急性をでっち上げた ことに実は反論がないんです、ええ、この令和元年10月11日に続け渡辺忠史所長名の弁明書ものすごくねたくさんのデたらメが書いてあったわけです今回それが大幅に削られていますということは削った部分は 認めたということになりますねいや認めたんですかはいいや不当な対応はい8月6日石井博美課長の証言とこの渡辺正所長名の弁明書ございます渡辺正所長名の弁明書がございますはいこれねはい千葉県はい書いてありますねはいこれね正式なもんです この2ページ目にですね、はいここ,ここですかね、えーとこの、この2ページ目、2ページ目、ここですね、はい、はい、ここですね、はいえー、自宅を施錠して、えー、児童相談所職員の応対を拒否したというところですね、はいこうやって緊急性をでっち、ね、上げるために、こういった虚偽の。 記載をしたということが明らかになりましたはいこの石井課長の証言録音がございますのでぜひともですね聞いてみてくださいはい流しますよはいしたんです 児童相談所職員の応対を拒否したのにうちの方の女性1人と警察官とで安全確認したんですね、実ははい、児童相談所職員うちの方の女性1人うち、うち児童相談所職員の応対拒否嘘つきはどっちでしょうかね渡辺正所長が嘘ついたんですか石井宏美課長が嘘ついたんですかどちらにせよこのコンビ 信用できないことがはっきりしましたね。緊急性をでっち上げた証拠が動かぬ証拠が出てきました。それを今回、反論がない、認めた、でっち上げを行っていた。市川児童相談所、当時の渡辺正所長と石井博美課長、どちらがやったのかわかりませんけども、緊急性をでっち上げた。 証拠、動かぬ証拠。こんなものを正当化して、はい、先ほどに繋がりますよ、この、一番第一回にも繋がりますけども、はい。そんなの関係なく、あんたら、申し立てする権利あらへんで、ということですよ。もう、い兵え、所長言うね。こんなインチキしてても、我々の勝ちだははははと言わんばかりの、 弁明書です。はい。もう、我々こんな認識してても、お前には訴える権利などないんやでというような、にへ所長の弁明書でございます。いかに児童相談所の職員というのが面白い仕事をしているのかがよくわかりますね。これ、正しいと思いますかこれ、抜けてると思いませんか子供の視点が。 こういった大人の対応で振り回される子供、子供の意思、それを無視していると思いませんか子供は本当に保護されたかったんですか本当に虐待を受けていたと証言しているんですかもう、この所長の弁明、とにかく、 私らインチキしたけどもあんたには訴える権利あらへんでとそういう内容ですよねこれが児童相談所のやり方です児童相談所相手に裁判や行政不服審査をやっても無駄ですだってインチキしても 勝てるんですもの、日本の法律では。そういう法律になっているんです。弁護士いくら使おうと絶対児童相談所が勝つわけです。全部、児童相談所の判断は神と、神の裁きと一緒だと。間違いなど絶対ないんだ。こういった認識しても間違いじゃないんだ。私が、カラスが白いといえば白いんだと。 そういうことですよね。そういうことなんですよ。これが児童相談所の実態です。証拠をもとに説明させていただきました。はい。証拠をもとに、いかに児童相談所が現行の法律の不備を盾に、自分たちの不手際を正当化し、ミスを隠し、隠蔽し、実際、 千葉県児童家庭科は今年6月栗原美也さんの虐待死の反省を陰では以後虐待死に関する一切の情報を開示しないことに決めていたとそうすれば二瓶仁所長や奥野智義所長の処分が軽すぎるということで自民党を期した刑事議員にのように 処分が軽すぎる。我が党としましては大いに不満であります。というふうに、球断されることももうないでしょう。我々、千葉県、そういった追求など受けたくないんです。だから、情報を出さなきゃいいんだ。それが、千葉県の栗原美和さんへの反省です。こういった一つ一つの、インチキが、インチキが、千葉県の児童福祉行政を 腐らせているんです。インチキの証拠です。この証拠をもとに、石井博美課長や渡辺正所長、二兵一志所長、どうですか弁明になってますかこれ。どこが弁明ですかこれ。弁明ですかこれ。弁明。弁明。弁明の理由は、佐藤屋は無茶苦茶野郎が何しようが。 訴える権利はございませんが文明ですか数々の緊急性をでっち上げたことに対しての反論はないんですか一切ないんですかなあもう、ういっぱい、この書類持ってますけど、いっぱい、いっぱい、悪事をいっぱい書きましたが、それに対しての反論が一切ないんですかそれが、に兵士と所長の 弁明ですかこれが、市川児童相談所の、二平一所長の答えですか栗原美也さん、虐待死で、処分を受けた、反省の結果が、これですか子供のことなど、どうでもいい。子供のことなど、どうでもいい。そういうことですね。そう、見えますよ。我々のように、 子供のために、ボランティアで、本当に実費をいただくような状況で対応している人間。それに比べて、こういったでっち上げで、給料、ボーナス、退職金、すべてもらっている人間が、こういうことをしている。千葉県の公務員、素晴らしいですね。賞賛に値します。本当に素晴らしい。 こういった件をしっかりと追及して我々は議員さんとともに現場の改善を行っていく。こんな課長がいたら職員かわいそうでしょ。なんでこんなインチキ嘘を書くんですか正式な文書に、正式な文書に嘘を書く。それが千葉県の職員ですから。 それが課長ですか所長ですかわかりましたね千葉県がなぜ悪いか変えなきゃいけないかそういった証拠をしっかり集めて、このチャンネルでは出していきますんで、千葉県のひどい内容、みんなで考えてみてはいかがでしょうかこのチャンネルを応援していただける方は、ぜひともですね、 非営利、法人、子供の人権を守る会。会員も募集してますよ。はい。寄付金、会費はこちらに。三井住友銀行町田支店。口座番号は普通の8256222になります。児童相談所を追求して、客観的な証拠で、しっかりと追い詰める。それは我々、子供の人権を守る会にしか。 できない内容です。他の人たちがここまでやってますか？我々は議員さんと協力してしっかりと対応していきます。それが我々の子どもたちへの支援です。子どもたちのことを一切考えない児童相談所なんていりますか？児童相談所は子どものことを考えてなんぼですよね。はい。 それではまた、親子丼でスをぶっ壊す